どうも、お疲れ様でございます。11月7日月曜日、朝6時30分の相場解説。まずはね、週が変わりましたので、ウィークリーから見ていくんですが、えっとね、今日はね、先週に引き続いてというよりも、また一から構築した方がいいのかなと思ってるんですよ。まあ、なんせ先週は材料が、この1週間のうちに2回も来て、もう、しかもね、月末と月初っていうのが来て、まあ、いわゆるね、ファンダメンタル詰め詰めの週だったんですよね。 まあということで今ウィークリー見てるんですけども全体的には右肩上がりの流れはまあそのまま維持でいいと思うんですよただ細かく見るとこのまんま短期的に倍の方に向かうのかそれともある程度ねあのセルに向かいながらもしくは横ばいを維持するのかってことを見極めていかなくちゃいけないんですよで今週足を見てますけどもこの上昇の勢いっていうのは 今のところ全然衰えていないんですが、ただね、今回は細かい時間軸に支配されて、この上位の時間軸、週足とか日足っていうのが動いていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっとね、一旦立ち止まって警戒した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。えー、前回までは一方的に150円の方面に行くんだっていうふうな形で見ていましたけども、1週間通してね、結局先週も、あの、右肩上がりの 動きってのが、思わないように、進んでないんですよね。思わぬように、うなんと言いますかね。思うように進んでないんですよね。で、えー、っと、結局材料の後の、はん戻し、ぜん戻しも、うん、なんか鈍いと言いますかね。ちょっとあんまり信用できないような状態になってきました。まあ、もともと戻しとか前年戻しって、これ迷信みたいな窓埋めみたいな理屈であって、テクニカルじゃないんですよね。 ですんで、あんまりそこに考えを支配されてもいけないかなっていうので、前提を一旦クリアにして、今日からまた改めて積み上げていく形で見ていこうかと思います。はい、じゃあ、冷やしの方に行きましょうか。冷やしを見ていくとね、やっぱり、あの、一本が一日じゃないですか。だから、あの、この辺りでね、明確に、じゃあ、上の方に行ってますよ、下の方に行ってますよって見えないわけなんですよ。 で、もうちょっとフェーズを広げてみると、下の方に行っちゃってるわけなんですよね。で、大きく見てみると、まあ、上昇しているよねってのが分かって、さらに大きく見ると、右肩上がりだよねって分かっていくわけなんですよね。だから短期的に見ると、これ右肩上がりっていうのができてないというふうに見えるんですよ。で、改めて4時間を見ていきますよね。4時間を見ていくと、まあ、これは、 この材料を抜きにして、うう材料を抜きにして、ね、考えても、まあ、一定横ばいなんですよ。横ばいもしくは、ちょっと緩やかに収束してるような感じですよね。まあ、ですんで、ブレイクするのをきっかけに、今週の値動きっていうのが見えてくるのかなと思います。まあ、おおむねはね、右肩上がりになると思うんですけども、その右肩上がりになる予兆がまだ全然見えてない。つまり、フォーメーション形成中なんですよね。だから、どのフォーメーションになるのか、はっきりわかんない状態です。で、1時間を見ていきます。 先週かなり難しかったんですけども、難しい口臭が終わったからといって、急に簡単になることはないんですよね。で、この1時間を見てみると、まあたい右肩上がりでも、あの、右肩下がりでもなくて、横ばいみたいな状況でしょで、こういう風に線を引いてみると、一番上のところとね、まあ一番下のところに線を引いてみると、まあ横ばいに相応しい形になってるわけですよ。で、どっちか上か下に偏っているわけではないですからね。だんだんこう、 真ん中の方に行ってるのかなってところで、まあ、方向性が定まってないんですよ。上に行くのか下に行くのかね。ま、強いて言えば、今見ていただいてるレンジオプションという考え方が一番いいんじゃないかなと思いますけども、まあ、今日はエントリーにはね、えー、そぐわない一日だと思いますから、じっくりと様子を見ていこうかと思います。うん、まあ、そんなことですか。だからこの時間でまだ、あの、寝動きもない時に、どうこう言うようなことは揃ってませんので、 ただ、こうやって、現状分析するだけ。しかも分析した結果、よくわかんないよね、と。こっから積み上げていきましょう、っていうふうな、言ってみれば、連続性の高い FX の市場では、珍しい。また、一から組み上げて、昨日までの、いろんな思い込みや方向性を、一旦ね、なしにして、見ていった方がいい。そんな月曜日になると思います。で、今週の値動きってのが、残り、今年、残りのね、11月、12月の値動きに、 かなり、えー、インパクトを出してくると思いますんで、えー、今週1週間ね、あの、エントリーする瞬間は必ず来ると思います。利益を出す瞬間は今週あると思いますけども、それ以上に、じゃあ残りの2ヶ月をどう過ごすかってことを考えていきながら、あ今日の寝動きに、えー、注目していきましょう。ということで、次回の放送も楽しみにお待ちください。ある程度ね、寝動きがあったら、言うことが変わってくると思いますので、また数時間後に、 連絡いたします。で、即可塾限定動画のご覧の皆様は、ちょっとここで、えっ、ー、と、今日はお別れになるかもしれませんけどもね。えー、自分なりの戦略を立ててみてください。はい。じゃあ、今月もよろしくお願いします。